た景色だったり体感した空気だったりっていうのはその人にしか表せないものがあるっていうのは信じていて、なんかそれはこの景色をどうにか自分の中で残せないかなだったりとか、記憶っていうものがすごい儚いけどちゃんと強いものとして人間の良き部分として表現っていうものに変わってこういうふうに残せるっていうのはある意味結構すごいことというか、自分の中で大切にしたいものでもあるので、そういう意味で多分自分はアートを続けてるんだろうなと思います。